それではですね、走らせていきたいと思います。まあ、このSクーペのですね、この外観から見て、これだけやっぱローダウンしてて、まあ、インチアップしたこうアルミをこうやってて、フルエアロみたいな感じになってると思うんですけど、もう見るからにですね、こう車高が低くて、まあ、さぞかしかっこいいけど乗り心地悪いだろうなっていうのをね、あの覚悟して乗ってみるという感じで今乗ってみてるんですけど、これがですね、なんでこんな乗り心地いいのっていうぐらい乗り心地がいいですね。もともとやっぱり S クラスのクーペって、まあ、優雅に乗れるというかね、まあ、乗り心地で言うと、まあ、最高峰のね、あの感じの乗り心地っていうのを実現しているような車であることは間違いないと思うんですけど、これはまあローダウンしてやってるんですけど、非常にこうバランスよくというかね、あの仕上げられてるなという感じですね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はメルセデスベンツ S550 クーペのご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですね、メルセデスベンツの S550 クーペのですね、フォーマチック AMG ラインということなんですけれども、この車ですね、パッと見た感じからもうかなりのですね、こうカスタムがされているという車になっていると思うんですけど、この完成度の高さっていうのがとにかくかっこいいですよね。横から見ていただいても、まずね、このフロントの、このスポイラーの部分からですね、このホイール、あと、この横のですね、このフェンダーの部分とかもですね、この全てこのバルドのですね、ものになってるんですけど、あの普通の S クーペとですね、写真とかであの比べてみると全く違う車に見えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。でまずフロントから見ていきたいと思うんですけど、まあ、この定番のパナメリカーナグリルっていうのが入ってますよね。で色がですね、この白のパール の, あのカラーリングになってるんですけど、内装もこれ白になってるんですよね。でメルセデスベンツのこの S クラスなんかは、内装のですね、このライティングが後からちょっと見ていただくといいんですけど、あのこういい感じでブルーとかピンクとか色合いをこう変えつつですね、内装の雰囲気作ることができるんですけど、これが内装が白だとすごく映えるんですよね。まあ、そういったのもですね、全体的なイメージをグッと押し上げてくれてるんじゃないかなというふうに思います。で割とね、このローダウンをされてるんですけど、このローダウンをすることによってですね、この大きなこのホイールっていうのがよりこの際立った感じになってるんですよね。で見ていただくとかなり低くなってますよね。でホイールもですね、この、PC フォージドというですね、ホイールになってるんですけども、もうこれもですね、あのこの2ピースのものになってるんですけど、かなりかっこいいですよね。ただね、ここのちょっとガリ傷っていうのがね、あの出てきてますね。でこれ走行距離がこの車92,400キロ、あの走行走ってるという車になるんですけれども、どうしてもね、走ってるとこういったところの傷っていうのは、まあ、あの避けれないというところがあるのかなという感じですね。で横見ていきたいと思いますね。まあ、この辺りの形状なんかもですね、あの見た目の印象っていうのを大きく、あのパッと見を変えてくれているような感じですよね。で横のですね、このサイドステップも、あの下の方からですね、こうグッとこの辺のフィンなんかも入ってるんですけど、あのすごくあの印象を変えてくれてる感じになってますね。でここ下の、このサイドステップがこういう感じであることによって、ちょうどこの窓の高さとのこのバランスがですね、またいい感じになってるかなというふうに思いますね。でこのミラーがですね、あのカーボンのミラーになってる感じですね。で上がルーフがですね、あのグラストップになってるんですけど、あのそうすることによってですね、このクーペならではのこのスタイリングっていうのをですね、よりこうのぺっとした感じじゃない感じで、
こうバランスをとってるという感じに見えますよね。ここなんかもすごいですよね。このホイールのでかさと低さですよね。でこのタイルのタイヤとのこの、あのクリアランスがほぼないんですよね。でこれだけのものであれば乗り心地は悪いことを覚悟しないといけないというふうに見えるんですけど、これがですね、後から走行したところを見ていただくといいと思うんですけど、意外と乗り心地がいいんですよね。多分この純正のエアサスがすごい効いてるんじゃないかなと思うんですよね。バネサスであればローダウンをするためにですね、あの少なくともこうやってこう今このバネを切るっていうことはなかなかないと思うんですけど、割とこうあのショック自体をですね、あの落とすためにバネのクリアランス自体をちっちゃくする必要があると思うんですけど、そうすることでどうしても跳ねたりとかっていうのが出てしまうと思うんですね。でこれがエアサスになることによって乗り心地がこれぐらい良くなるというのがですね、実証されている感じですね。で後ろ見ていきたいと思います。これも社外品のですね、リアスポイラーになってますね。でこのガラスの上ですね、リアのガラスの上にもあのこのカーボンパーツが入っているという感じですね。でこれはパーツ自体は社外品のものになっているので、まあ、どういう素材なのかっていうのは細かくちょっとわからないところはありますね。でリアがですね、見ていただくとこのクーペの場合はですね、どうしてもこうここの上のこの後ろのですね、このテールレンズのところが結構こうあのポツポツっとこんな感じであるんで、全くこの辺もなかったらですね、少し間延びした感じの印象になるように僕自身は感じるんですけど、これがですね、上のスポイラーがあることによってグッと締まるような感じですよね。で、S63 のですね、エンブレムに変えられてますね。でこのリアアンダースポイラーもですね、社外品のものがついてて、マフラーもですね、社外品のマフラーがついてるということになってます。これバルブ開閉スイッチがついてるんですよね。これもまたあのフェラーリ以外では久しぶりに見たなという感じですけどね。まあ車のですね、全体的なあの部分っていうのはあの綺麗に保たれてるかなというふうに思ってまして、非常にいい感じです。で今この AIS のこの査定表になるんですけれども、これ見ていただくとですね、前の部分がですね、このバツバツバツというふうに3つになってるんですけど、これはですね、あの全て、着脱した交換履歴ということになります。だからこのあたりもですね、全部あのカスタムパーツとして外してつけてるというところになるので、まあ、その着脱によってですね、おそらく、このここの脱着をしているということで、この車はあの査定でいうと R10 というのを取られているということなんですよね。まあ、このあたりもですね、見てみるとこういうふうにですね、左フロントとかこのインナーが交換をされているというふうなことになってて、まあ、それを修復歴ありという R10 というふうになっているんですけど、一般的な事故車とかあの前をガシャンと当てているとかっていうのとはちょっとあの趣向が違うというかね、あの違う形での評価点というのがついているということですね。はい、内装を見ていきたいと思います。このいいですよね、この重い感じのこのドアがですね、また重厚感ありますね。でこの白のレザーシートなんですけれども、これもですね、まあなかなか勇気のいる選択肢になるのかなというふうに思うんですけど、ただ結構綺麗になってますよね。あのこういった小さな部分でですね、少しこう経年のですね、シワとかっていうのが多少あるんですけれども、まああのこの辺のちょっと気になる部分っていうのを部分的にですね、ちょっとリペアするだけでもあのいいかなという感じですよね。で見た感じはですね、あのこのままの状態でも全然ご満足いただけるような、あの丁寧に乗ってるというか綺麗に乗られているような印象ですね。でマットもですね、あの汚れとかも踏み散らかしているような感じもなくてですね、あの丁寧に乗られているなという印象です。乗っていきたいと思いますね。
このシートの厚みがまたすごいたまらないですよね。昔のベンツの CL がですね、あの一番最初昔乗った時にこのシートがですね、この分厚くて本当に高級なあの体を包み込むかのようなですね、あのシートっていうのが印象深いんですけど、今 CL っていうのはないので、S クーペっていうのがですね、まあ、最新のものでいうとこの大きな、フルサイズのクーペということになるんですけれども、今はですねこの、 あの最新モデルではこのクーペモデルっていうのはないので、新しく出るというか、まあ、最新のクーペではないというところなんですけど、その最新がないというところになるんで、ある意味ではあの古さを感じることがないというですね、メリットもあるのかなというふうに思いますね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。ここがスタートボタンになりますね。いや、迫力のあるエグゾーストーンですよね。で、このナビゲーションとか、このあのメーターもですね、すべて液晶になってるんですけど、この液晶のですね、あの精度というか、あのがめちゃくちゃ綺麗ですよね。最新式の、まあ、トヨタ車とかそういったもののこの液晶と比較してもですね、これ平成27年式ということになるんですけど、全然引けを取らないというか、むしろこっちの方が綺麗なんじゃないかなというぐらいのですね、この画像というか精度っていうのがあるということですね。で、このパドルシフトもですね、このカーボンのものがあの社外品としてついているということになってまして、昇降系のですね、ちょっとこう握りがこう太い感じのですね、あのウッドのコンビハンドルということになってます。この中のですね、ライティングがこれ今ブルーになってるんですけど、これも自由にですね、変えることもできるということですね。例えば車の情報に持っていって、このシート設定とかですね、これも細かくつけることができるんですよね。マッサージ機能とかですね、こういうのもランバー機能とか、これも走ってると G を逃がすような感じですね、この横のサポート自体がこうやって動いてくれるというような機能もついてますね。まあ、ヒーターバランス、ダイナミックマルチコントロール、まあ、細かく設定ができるということですね。あとは車両、あ、ここに取説設定とかですね、車両設定、このアンビエントライトっていうので、まあ、これの色とかもこうやってあるのかな、あ、車全体とか全席とか、まあ、全部を設定するとか、まあ、説明してるとキリがないかもしれませんけど、まあ、いろいろこういったのが設定が細かくできますよという感じですね。こちらにですね、このエアサスで車高を上げ下げするですね、ボタンというのが一応ついてます。まあ、前がですね、かなり低いあの感じになっているので、まあ、これがあると少し便利かなという感じですね。あとは、ここにですね、バルブ開閉スイッチというのが一応ついてますね。で、今オフにしますね。で、オンにします。のぶとい感じになる感じですね。ただもうあのフェラーリのように明らかにもう全く違うという感じじゃなくて、ちょっと音色がまあちょっとソフトな感じになるというぐらいの感じのイメージではないかなと思いますね。快適装備でですね、こちらがシートヒーター3段階と、こちらがベンチレーターですね、シートクーラーの3段階というのがついてます。あとは、ブルメスターサウンドもですね、ついてますね。ちょっとですね、こちら見ていただくとですね、
アダプティブクルーズコントロールと別に、こういう車線をですね逸脱すると、こう感知してですね、車線 の、 あの右の方に行こうとするとブレーキをかけてくれたりとかするですね、まあ、こういったボタンも、ついております。でこのアダプティブクルーズコントロールはこちらになるんですけど、あることによってですね、高速道路で当然前の車との車間距離っていうのをこう測ってくれてブレーキを踏んでくれるという感じになるんですけど、これ長距離の移動とかですね、高速で渋滞になったりとかっていう時にかなり便利な機能になるんですけど、このメルセデス・ベンツはですね、まあ、その中でもかなり精度が高いというふうに実感としてあるんですけど、こういう車を選ぶ時にですね、まずそのアダプティブクルーズコントロール の、 快適度みたいなものとかをですね、また活用していただくと、まあ、こうカーライフっていうのをよりこう楽しいものにこうすることができるのかなというふうに思いますね。まあ、高速道路で特にゴールデンウィークとかでもかなり渋滞に巻き込まれたりという機会があると思うんですけど、その時にですね、このあるとないのとでは運転の疲労度がですね、まあ、感覚的に 20% ぐらい違うかなというふうにも思いますので、まあ、そういったものもですねきちんと、装備されているというのも嬉しいポイントではないかなと思いますね。トランクスペース見ていきたいと思います。トランクスペースはですね、高さが結構あって奥行きはそこそこっていう感じですよね。まあクーペということになるんですけど、まあさすがの S クーペですよね。まあクーペスタイルのものであっても、このトランクスペースはですね、フルサイズといっても過言ではないものになってますね。ただ今の、こう最近の車って奥行きの部分がですね、こう中に倒して長い尺のものが入ったりするようになっているという車があると思うんですけど、まあ、この車はですね、まあ、そういった機能はついてない感じになってます。ただ、まあ、こう長い尺のものが入れれますと言って1年のうちに何回使いますかというふうなところもあると思うので、まあ、おそらくほとんどの部分でこう困るところはないかなという感じですかね。リアシートですね、乗っていきたいと思います。まあ、今運転している時のですね、このスペースをそのままに乗ってみたいと思うんですけれども、シート自体はですね、リアシートも十分この座面自体もですね、深く乗ることができますし、乗った感じのですね柔らかさとか重厚感みたいなものも前席ほどではないんですけど、丁寧に作られているなという印象ですね。でシートをこうやって倒して、まあ乗るとですね、まあヘッドクリアランス自体はですね、身長173センチの私でもこんな感じで上に当たることはないかなという感じですね。だから大人が4人で乗っても一応その移動することができるという感じですけど、まあこれで2時間3時間乗るのはきついかなという感じですけど、まあフル乗車でですね4人で乗って、ちょっとした移動をするというのはですね、十分可能な、広さというのも確保されてますね。はい、エンジンルームを見ていきたいと思います。エンジンルームはですね、まあ、V8 の、4.7 リッターかなになるんですけれども、パワー自体はですね、まあ、400数十馬力の馬力だったと思うんですけど、こういった車をですね、スポーツカーとしてこう出力を求めるっていうの機会ってあんまりないのかなというふうに思うんですけど、まあ、普通にラグジュアリーセダンの延長のですね、このスポーツクーペという乗り方になろうかと思うんですけど、必要十分なですねパワーっていうのも備えているという感じですね。まあ、高速道路なんかで、安定巡航をですねしていくと、まあ、かなりですね安定した感じ、しかもこれフォーマチックなんで、まあ、そういった長距離の移動とかもですね安定した感じで乗っていただくことができるかなと思います。はい、それではですね走らせていきたいと思います。まあ、この S クーペのですねこの外観から見てこれだけやっぱローダウンしてて、まあ、インチアップした
こうアルミをこうやっててフルエアロみたいな感じになってると思うんですけど、もう見るからにですねこう車高が低くて、まあさぞかしかっこいいけど乗り心地悪いだろうなっていうのをね、あの覚悟して乗ってみるという感じで今乗ってみてるんですけど、これがですねなんでこんな乗り心地いいのっていうぐらい乗り心地がいいですね。もともとやっぱり S クラスのクーペって、まあ、優雅に乗れるというかね、まあ、乗り心地で言うと、まあ、最高峰のね、あの感じの乗り心地っていうのを実現しているような車であることは間違いないと思うんですけど、これはまあローダウンしてやってるんですけど、非常にこうバランスよくというかね、あの仕上げられてるなという感じですね。おそらくまあその極上のね、あの S クラスのこう、まあ、後ろに乗っててもまあなんかいいみたいなね感じのものとは、まあ、一線を画す感じではあるかなとは思うんですけど、それでも全然想定内というか、あのこの車だったら日常に普通に乗れるなという感じがありますね。どうしても乗り心地が悪かったりとかっていうのをすると、まあ、普段あのこう本能的にというかね、なんかちょっと乗りにくいなっていうのが、かっこいいけど乗りにくいなっていうのがあると、あのちょっと普段の足としてはどうかなっていうふうに思ってしまうところがどうしても出てしまうと思うんですけど、この車に関してはですね、まあ、そのあたりが、まあ、非常にバランスがいいというふうに思いますね。で今、まあ、こうバルブ開閉スイッチとかはね、これ見ていただくとですね、これなんですけれども、まあ、普通、まあ、フェラーリとかにねよくあるような感じだと思うんですけど、実際にオフ、今オフにしましたね。これをオンにするとなんか一応変わったことになってるんですけど、車内が結構静かなんで意外とちょっとあの乗ってる限りはあんまりわからないかもしれない。この感じのルックスなのにこの乗り心地が実現されているのはまあいいですね。なんかこうでこのカスタム自体も、まあ、バルドのこうエアロとか、まあ、あのアルミとかっていうのをですね組み合わせて、まあ、作ってるような感じの車になると思うんですけど、まあすごくかっこいいし、まあ、スタイリッシュであのこれだけの乗り心地っていうのを実現してるっていうのはまあ、いいなと思いますね。まあ、距離がちょっとこの車走ってますけど、まあ普段乗りでなんかちょっと乗り潰すと言ったらねちょっと表現が難しいんですけど、結構このぐらいの感じの程度でもう数年間ね乗るっていうのは、まあ、めちゃくちゃいいなと思いますね。まあ、本当僕は個人的に乗ってもいいかなと思うぐらいの感じのね車ですね。はい、いかがだったでしょうか。メルセデスベンツの S550 クーペ AMG ラインのご紹介をさせていただきました。まずですねこの車のこう最大の特徴っていうのはこういうカスタムになってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、この仕様がいいなっていうふうに思うというのがですねこの車に縁をする方の、一番まあ、大きなポイントになるかと思うんですけど、実際にノーマルの状態からこの状態にしていくのにですねどのぐらいのコストがかかっているかっていうと、少なくともこれ400万から500万のコストがかかっているということになりますので、実際のこの車のですね販売価格っていうのから逆算していくとですねかなりお買い得というふうに思えるんじゃないかなというふうに思います。でこの S クーペのですねノーマルの車が何万キロでいくらぐらいで何年式だったら売ってるよねというのをですねいうのと比較対象としては全く違う、ものになるんじゃないかなというふうに思いますね。これもですね先日というか何年か前2年前になるんですけど、モントレカーウィークに行った時にですねこの車のいろんなその採点っていうのがあるんですけど、その中でですねいろんなそのカスタムをしている車っていうのが
一堂に会するみたいなものがあったりするんですよね。まあ、その時に面白い発想の車って結構あるんですよね。例えば日本ではもう今価値としてはほとんど認められていないようなね、初期型のポルシェのカイエンをですね、キャンピングカーの仕様にしてて、綺麗に全部張り替えててですね、内外装っていうのも全く違う感じになってて、なんかこれカイエンじゃないみたいだよねという車っていうのがあったりするんですよね。まあ、その車に、こう値する金額っていうのがいくらなのかというのはですね、おそらくその車がいいなと思った人の、価値観とか、そういった、尺度によって金額っていうのは決まってくるのかなというふうに思うんですけれども、まさにこの車もですね、まあ、そういった側面があるのかなというふうに思います。で、個人的にはですね、このスタイリングでまずスタイリングがかっこいいなっていうのが第一にあったんですけど、乗ってみてですね、意外や意外乗りやすいというのがもうとにかく今回の動画の中で多分10回ぐらい言ってんじゃないかなと思うんですけど、本当にそれを感じたんですよね。かっこいいけど我慢して乗り心地が悪いのに乗らないといけないっていうのはちょっとね、こういった快適な車だからこそきついものがあると思うんですけど、こういったものがですね、非常にいいバランスでできているというのが非常にいいなと。あとはこういう S クーペをこの探していく中でもですね、まずその右ハンドルか左ハンドルかというのでも、この車は左ハンドルで、右ハンドルか左ハンドルかで、多分右ハンドルの方が少しもうこの年代からすると多いのかなというふうに思うんですよね。あとそれにレザーがですね、内装が白を選んでるか黒を選んでるかみたいなものもあると思います。で、そういったものをですね、これとこれとこれは譲れないよね、これはあった方がいいよねっていうふうになってくると、まあ、全国でですね、ほとんど競合がなくなってくるんですよね。さらにこういうカスタムしてかっこよく決まってるという車になってくると、多分日本の中ではこの車しかなくなるよねみたいな感じになると思います。その中でも比較的にもかなり魅力的なものを出させていただけるのは、一つは走行距離が少し伸びてるからかなっていうふうに思うんですね。で、走行距離が伸びていることの一つのリスクとしては、まあ、リセールバリューとかっていうところが大きく変わってくると思うんですけど、これもよくお伝えするんですけど、例えば5万キロ走行距離走ってる車をですね、これ足として使って毎年2万キロの走行をすると、で、これが3年乗れば6万キロ伸びるわけですから、11万キロということになるんですね。で、この車今9万2千キロですけれども、この車を6万キロ乗ると当然16万キロになると、15万数千キロということになるんですけど、3年後のですね、16万キロと11万キロ、しかも、こういうカスタムした16万キロと、そうでもない、まあ、ノーマルのもののですね、11万キロの単なる仮走行になっている車というのとではですね、価値としては大きく変わってくるのかなというふうにも思いますので、そういったですね、普通に乗るということを前提に考えた場合にはですね、検討するリストとしてググッと上がってくる車になるんじゃないかなというふうに思います。もう個人的にもですね、まあ、この車、まあ、いいなというふうに、まあ、ピンとくるところがあるので、こうやってご紹介もさせていただいたところもあるんですけど、まあ、そういった車ってね、まあ、経験的に結構やっぱちゃんと売れていくんですよね。多分ですね、この動画の中でもそういったものが伝わって、いただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひご縁いただける方はですね、お問い合わせいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。